以前あの、株式会社トライアンフっていうですね、あのー、ま、あの、ヒューレット、あの、ヒグさん、ヒグ和カズさんっていう社長さんと対談した時の話が、割とあの、衝撃的だったんですけど、樋口さんはヒューレットパッカード社の人事担当としてですね、17年間勤めて、で、そのと独立したんですね。ヒューレットパッカードって、まあ、かなり大手の会社なんですよ。国際的な IT 企業でですね、IT 企業というよりはもう本当に、電子、 関係の、まあ、あの、あれです。メーカーさんですよね。で、以後、年間100社を超えるですね、企業の採用業務とかですね、組織コンサルタントをしてた、まあ、すごい人なんですよ。で、その人がですね、あの、Google など、超巨大 IT 企業の役員クラスに、ちょっとあの、質問してきたと。で、あなたの会社ではですね、どういう人材を求めてるんですかという,うに聞いたらですね、あの、Good Natured Person という返事が返ってきた。Good Natured Person、直訳すれば、 まあ、生まれつきいい人ですよね。えー、まあ、つまり、あの、好人物とかいい人なんですけども、グーグルや、まあ、その時に出たのが、フェイスブックの採用方針っていうのは、何でもできる超天才とかですね、すごい頭のいい人っていうのを、実は求めてないですね。そうではなくて、割とあの、人柄でですね、最後の最後は選ぶと。でなんでこういう採用方針になったのかっていうと、その背景にあるのが、そのインターネット、 というインフラが整えられたことによってスキルを持った人材が割と使い捨てになったからなんですよねものすごい天才とかですねそういうふうな人たちが、まあ、世界中どこでも見つかってですねで本社にわざわざそんなやつを置かなくてもいくらでも世界中に転がってるからそいつらを害虫として雇えばいいんだという考え方になったと日本ではなんかこの辺まだまだ逆なんですねすごい優秀な人間を本社で採用してでまあなんかこの 派遣とかです、ね、外注先っていうのはそこそこの能力でいいって考えるんですけどもまああのアメリカの最先端の IT 企業っていうのはそこがなんか不思議に逆転して優秀なやつは世界中にいるから別にアメリカに住んでなくてもインドでもどこでも構わないまあそんなのが外注だと。で本社が置きたいという人材は周りの人の仕事の邪魔をせず揉め事を起こさなくて楽しく協力し合えるグッドネイチャードパーソンなつまり。 これまでのアメリカのその優秀なやつを取るっていう風な方針でいくと、優秀なやつっていうのは、あっという間に競争を始めて、その競争というのがすぐに足の引っ張り合いになるからなんですね。なので、そういうやつがいるとかえって会社の中でですね、その、なんだろうな、あの、仕事が止まってしまうと、それよりはっていうことになってきたわけですね。ちょっとはね、見やすい形になっていると思いますので、あの、すいませんけど、ちょっとぐらい一回、あの、見てやってください。よろしくお願いします。